少し名古屋かと、うん、もうそろそろ家考えてるんだって。そうだな、考えとくか。マイホーム面白いソフト見つけてくるね。はい、 3D マイホームデザイナーだって。家をね作れてしまう、うん、らしい。本当にね、本職の人の使うソフトだって。そうなんだよ、あの建築屋さんが間取りとかを考えるときに、うん、そうそうそう、使うソフトで、ゴリゴリのガチのな。見たら高かったな、1万6000とかすんだよね。たっけんだよこれ。中岡がもう家欲しい、おお、欲しい、面白い家作りてえと。けど金ないから、せめてどんな家かに夢を馳せたいっていう。そうなんだよ、海外し、うん、そうな。危ねえ、これです。何これ。外交って何。外交外交ってない、その外から来た人、あの外交員、それ外交さんで。何外交、光よ。あ、光、太陽光とか。今この家で光浴びてるお前。なんも照明すら切ってある。僕照明も切るぐらい光嫌いなんで、外交いらないですから。僕バンパイアでしょ。リアル凸帽子なんだよね。誰がどっからどう入るのよ。親戚とかのリアル凸を防止するために、こう壁を開けても、あれ、なんもないじゃんと。ピンポンとかもあるピンポンしたら中鳴るけど、ここにカメラついてるからそれ見れるでしょ一応。だ、もうダメージ床みたいになってんだよね、歩いたら。うん、トゲだもんなそれ。でしょ、うん、これ裏側から入れるんですよ、ここなんですよ本当の。そこか。カゲロウの新作じゃないよ。違う違う。割と実用性を重視して作ってるんですよ、僕も家を。隠し通路だね。これくらいやっぱしないと、よからぬ輩が入ってくる可能性があるよね。やっぱり。めんどくせえ、入るの。一応ね、あの、ネズミカット機能をつけてんだよね、ネズミ。高台にして。やっぱさ、必要なもんがないんだよな。やっぱり僕のパソコンとチェア。はい。で、一応こう編集とか作業用パソコンで、うん、こっち実況用、今2人座るようにね、うん、椅子も1個置いて。で、中岡と近くで僕仕事をしたくないし、うん、近くにいてほしくないから、ちょっとドアの横を。寒いって。寒さはそうなんだけどね、やっぱ横をいてほしくないんで。しかも顔全く見えないでしょ、その角度。そうそう。僕から一方的に見えるから、こうやって椅子傾けてるでしょ。そうだな、俺後ろ向かなきゃ見えれないもんな。僕からは監視できるけど、君からは容易には監視できないっていう。結構重要。ドア多いね、これね。ごめん、ほんとこれ譲れねえわ僕。何のドアそれ。こっちトイレ。はい。こっち風呂なんだよね。おお。やっぱさ、風呂、トイレの音とか、うん、お風呂の音を、うん、聞かれたくないし聞きたくないんすわ。だから防護壁しないと僕我慢できないので。最近さ、もうこの前の僕一人配信でもちらっと言ったけど、中岡がさ1日に2回とか3回ダイするのが僕の中でピークに達してる。それの意思も出てるんだ。それでさ、こういうとね、ナイスコメント、トイレ2個作ろうって。もう作ってんすよ、こっちに。中岡用の。あった。ドアの数。でも、トイレ聞きたくないんだよな、中岡のトイレ。何枚あんだよ。5枚。5枚。5枚で。